鹿児島と西県のメイクハッピーラジオ。 NPO 法人メイクハッピーでは、植林干ばつ災害支援の二軸を中心に、地球に緑を、世界に笑顔を、社会に志を増やす活動をしています。ここ兵庫県丹波市では、氷上町北由良のシアビレッジにて森のお手入れ、そして村づくりをしています。はい、干ばつリーダー西健です。そして理事長の鹿児島です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、今日もね、ズームでつないで、お届けしております。最初にですね、ちょっと告知をさせてください。現在この北浦のシェアビレッジでは、ツリーハウスプロジェクトを立ち上げておりまして、一緒に作る制作講座ですね、プロの大工に教えてもらって、和室の、こう生きた木の上に作るこの和室っていうところをみんなで作りましょうって講座を立ち上げております。そして4月からはその制作費の、工面ですね、クラウドファンディングを挑戦していきたいと思っております。詳しくはメイクハッピーホームページをご覧ください。はい、ぜひ応援お願いします。はい、ということで、メイクハッピーラジオ始まりました、はい、今日はね、何を喋っていきましょうかという感じなんですが、まず近況というかね。そうだね、なんか宮城もね、ちょっと 春めいてきた、うん、今日ちょっとあったかと思って、ちょっと嬉しくなった、ね、あったか。あったかいっていうか、寒くないって感じかな。あったあ、ちょっと春を感じる。うん、わかる。ね、こっちもね、うん、なんだろう、冬場にね、冬に言われてたのが、春になったら虫が動き出すよっていう風に言ってもらってたんだけど、はいはいはい、何かなって分かんなかったんだけど、ある日突然こうほわほわと虫が浮き出し、昨日ついにね、あのクマバチが飛んでましたわ。え、蜂飛んでたの？飛んでた、そう、あ、春と思って、ね、ちょこちょこね、野の花とかも咲き出してますよ。ああ、こっちもちょっと咲いてる、まだまだ少ないけど、ね、うんうん、うんうん、春っすね。いろんなものが動いております。やっぱちょっと嬉しいよね。やっぱなんかね。なんかね、やっぱなるよね。冬が悪いわけじゃないんだけどね。そうそう。むしろ冬、まあなんかちょっとでも早いんかな、今年。どうなんだろう。いや、わからない。わからない。早いかな。なんか普通ぐらいのような気はするけどな。そんなに遅くも早くもないような気がするけど。こんなもんかな。うん。なんか、嬉しいです。なんかいや嬉しい。昼間は、やっぱもう暑いから、うん、そうだよね。そうそうそう、なんかいや、この暑さもうなっちゃった、こんなにもう暑くなっちゃったら困るって思っちゃった自分もいて。でも夜寒いのよ。あ、そう、夜寒いね。あ、でもこれ放送流れる頃は1週間後だもんね、ほぼ。あ、そうですよね。だいぶ結構1週間経てば暖かくなるかもね。もっと暖かいかもしれない。今現時点で梅、花、木は梅とか桜はどんな感じ？梅、椿咲いて、もう桜も咲いてますね。あ、そうか、そうか。種類によっては。うん。まあまあ、今度、今から、ね。うん、でもなんか椿が一番なんか嬉しかったですね。おお、そう。へえ。人工林のね、中に、売ってるんだけど、なんだろう、そのヒノキとか杉と相性がいいのかな、椿って。あ、椿は陰樹って言って、暗いところに生息する。はいはい。火がガンガンに当たるところはちょっと痛いみたいな感じの。だから、青木とか、サカキとか。そうそうそう、こっちとか、うんうんうん。ああいう、葉っぱの緑色が濃ゆい。そうそうそう。植物の一個なんですね。だからね、陰樹、はい、うんうん。人工林で、椿が咲いてるところは暗いんだよね。まあ、そうだね。光が足りてないという証だよね、うんうん、ある意味。森の順番ありますもんね。なんか一番初めに、やっぱりもう土砂崩れ起きたところなんかは、ボロボロやから多分松が生えてますもんね。ああ、そうね。そう、だから松茸は肥沃な土地ではできひんっていうね、うんうん、ところとイコールだなと思って、多分その後に、暗い森になりだしたところとかっていうのは、陰樹、青木、榊、うんうん、あと山椒とかもでしたね。そうだね、山椒も、ね、うん、とかが生えだし、で、ちょっと光が入り出すと、両面下、ね、あ、はいはい、シダとかが。はい、あと、チヂミサザかな、笹っぽい葉っぱだけど、ちょっと短いやつが生えてみたいな。大体一緒なんですね。
一緒。うん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 。日本が、ね、岩手県ぐらいまで一緒かな。ああ、なるほど。そっか。うん、確かに。次が北海道とか、あと沖縄とかも。うん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 。面白いな。なんかね、まあ僕たちは今、干ばつを自分たちでできるような方法で行っていってるんですが、うんうん、ね、その話を今日ちょっとしてみましょうか。うん。で、まあ、もうちょっと詳しめに、ね、伝えられたらいいのかな。はい。うん。ひらめき、干ばつ。うん。今僕たちが、行っている干ばつは、皮むき干ばつ、その名前をきらめき干ばつというふうに名付けてるんですけど、うん、じゃあ今日はそのきらめき干ばつについてということで、はい、はい、お話ししていきましょう。おい。はーい。何から喋ろうかな。これ僕が喋った方がいいかな。そうだね。西県から伝えた方がいいね。行きましょうか。そう、うん。多分これを聞いてくれてる人たちってどうなんだろう。うん、やっぱり森とかに興味がある人だったりとか、うんうんうん、思うけど、多分聞き流してくれてる人っていうかね、BGM 代わりに聞いてくれてる人たちがいるだろうから、なんかもう本当になぜ干ばつするの、うん、で、なぜきらめきなのっていうところを、ちょっとね、時間、ね、あんまないけど、なんか、そうですね。なと思うよね、やっぱり最初。そもそも、じゃあ、干ばつって何、うん、みたいなところから喋りましょうか。うん、そうだね、そこは。うん、まあ、僕たちはね、もう干ばつと聞くと、まあ、間に、抜刀の抜、抜刀が伝わらないかな。うん、抜刀しか言われへんな。浮かばない。間を切る。まあ、間引くことなんですけど、うん、野菜とかで言ったら間引きなんだけども、それが木で言うと干ばつという言葉に変わるんですよね。うんうんうん、で、干ばつはなぜするかというと、やっぱりその、僕たちが生やした、植えた木っていうのはやっぱりこの生えて切らすとどんどんボーボーになっちゃうから、じゃあ間の細い木は間引いていって光を入れてあげましょうっていうのが間伐、間引きですね。はい、うん、だけどもやっぱり野菜とは違ってでかいですからね、木は。そうね、ポンって持って出せればいいけどね。機会があればまだあれやけど、どうしてもね、直径20センチの木だとしてもものすごい硬いので、まあ、ノコギリなりチェーンソーなりを使うっていうのが今までの一般的な干ばつでしたと。で、植えてもらった人工林がボーボーになって、それをチェーンソーで間の木を切り倒すことによって光が入る。そうすると、他の木は、太っていけるし、太っていくっていうことは根っこも生やしていける。うんうん、そして下草も生えてくるので、まあ、いろんな植物の根っこがこの地面にこう、うんうん、縦横無尽に走ることによって、まあ、土が堅牢になっていくっていうのかな、強くなっていくんですよね、うんうんうん、なので、まあ、健全な森はやっぱりそういう根っこが生い茂ることによって水が雨が降ってきた時に水が保水する、なんていうの、森が水を溜めてくれるので、うんそうね、ゆっくりとそこから、森から川に水が流れ出し、で川から海へそのまま養分が送られ、また海で蒸発して雨となって帰ってくる、そんな循環が生まれるわけですよね。うん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 、だけどもその森が生い茂ってしまって光が入らないと、その中で暗い森になってくると、ここの日上の森なんかもね、うん、石が多いんですよね。そうだね、流れて出てるよね。そうそう、多分ね、表面の土が全部流れていっちゃってるんですよね。うん、それによってやっぱりやっぱり自分たちが歩くだけでも転げそうになるんで、うん、それは上の土も全部流れていくわなっていう感じで、雨が降るとそのまま地表を雨水が滑っていて、そのまま川に入り込んじゃうので、川は雨が降るとそのまま普通に増水するという、うん、増水すると思った以上の流れが起きて、うん、そのまま欲がない海へ流れればいいんだけども、溢れすぎると土砂災害につながるというね、うん、ことが起きちゃうので、まあ、それを防ぐためにもやっぱり干ばつをして、光を森の中に入れてあげることで、森がどんどん元気になっていくと。
いうようなことをね、間伐として行ってますね。はい。はい、で今までの、今までというか、普通にやる間伐ときらめき間伐の違いを。そうですね。そうだね。うん、そこは多分みんな普通の間伐って、なんか映像で見たことあるのかな、普通の人って。まあでも、チェーンソーで木を切るっていうイメージはまだあるんじゃないですかね。ああ、そうね。そこは。うん。もう最近はもう、チェーンソーがついたでっかい機械で切るっていう。そうだよね。あれ、すごいよね。ね、木に触れないらしいですからね。うん。そうね、林業家の人たちは。実際ちょっと僕もまだ見たことがないので。あるある。あるのよ。あります？うん。かっこいいで。かっこいい。欲しいよ。やっぱあれあると楽ですよね。ひょいって木を持ち上げて、ひょいひょいひょいって4メートルの玉切りしてくれて。そうなんよ。枝打ちもすっげえ早いからね。枝払いかな。枝払い。切った木の枝を落とすやつですよね。うん。ねえ。だけども、僕たちはそんなでかい機械も持ってないし、でましてやそのチェーンソーを使うっていうのは、まあ、素人にとってはすごく怖い作業だったりとかするので、うん、とはいえ僕たち、としてはなんか楽しく森に入ってこの森の問題を解決できたらいいなっていうことを考えていまして、うんうん、その中で、NPO 法人森のよみがえりさんというところが静岡にあるんですが、その、理事長大西さんが提案されているきらめき間伐というのを僕たちは、行っております。それは、うん、単純に言うと杉ヒノキの皮を剥ぐっていう行為なんですね、うんうん、なんで剥ぐとそれが間伐になるのかというと、木っていうのは、幹があります。で、その周りに皮がついてるわけなんですけど、うんうん、この皮と木との間で水分とか養分っていうのを、上へ上へとこう持ち上げる。うんうん、それによって、まあ、葉っぱもこう成長していったり、木自体も太っていけたりとかすることが行われるわけなんですが、うん、この皮を剥くとどうなるかというと、皮を剥くとそのまま養分を吸い上げる機能がなくなってしまうので、まあ、つまりは枯れてしまうと、うん、はい、はい、じゃあ枯れた木はどうなりますかというと、枯れて次に起こるのは、葉っぱを落とします。うん、うん、なので葉っぱを落とすと、光が入ってきやすくなりますもんね。はい、はい、うん、ということで、皮を剥くだけで、光が入ってくる、つまり間伐が行えるっていうところが、このきらめき間伐の面白いところで、うん、あれですよね、これ何が面白いって、うん、皮を剥くだけなんで、僕たち大人じゃなくても子供たちが参加できるんですよね。うん、やっぱ森に入れる子供たちが入る、なんやろ、遊びとはちょっと違うけど、うん、森を楽しむ一つの、間伐ができるっていう、うんうん、これは面白いなと思ってね。面白いですよね。森の中に子供たちのキャッキャキャッキャする声が響いて、うん、あれはね、なんか嬉しくなりますね、この大人として。なるなる、うん、子供たちは森に入るだけでなんかもう あれも本能なんでしょうね。遊び方知ってますからね。ねえ、なんか剣にしたりとかターザンしだしたりとか本当ね、元気になるんだよね。元気になっていきますね。面白いですよね。この急所上がれるのかっていうのを子供上がっていくからね、うん、普通に。そうそう、大人もすごい。大人よりもね、ちっちゃいから、斜面あんま関係ないんでしょうね、あの子らね。ね、サクサク2歳の子が登っていきましたもん。いやー、ほんとに。そうそう。っていう、僕たちは、チェーンソーを使わなくても、切り落とさなくてもできる間伐方法っていうのを進めることで、みんなが森に入るきっかけをね、作っていけたらいいなと思ってます。はい。はい、そんなのが、じゃあちょっときらめき間伐の一旦説明でした。はい、前半がね、もうそろそろ終わりそうなので。そうですね。そうですね。曲、どうしようかな。森の曲。森の曲。なんかあったっけな。うーん、森の曲、あ、でも今までその、きらめき間伐入る中でテーマソングとかあったんですか？あ、そうそう、もうすごいね、俺もそれを言おうと思ったのよ。うん、うちらが2010年からスタートしたこのきらめき間伐の、まあ、間伐のツアーとかも含めて、うん、時に一緒に動いてた、うん、一緒に、まあ、よく8割方かな、来てくれてたオカンっていうバンド、うんうん、が森に来てバンドして、歌、森の中で歌って参加者に向かって、うんうんうん、やっぱあれがオカンの歌が一番、まあ、本当にその当時から歌った人として、
おお、森とは関係ないんだけど、なんか、うんうん、あの人がつながるっていうか、音楽と森とその中で奏でることで、うん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 、本当にすごいいい曲なんで、ぜひ聴いていただきたいですね。あ、じゃあ今回鹿児島からじゃあ曲紹介をお願いします。はい、ぜひあのおかんで人としてです。はい、どうぞ。はい、ロックバンドおかんで人としてをお聞きしていただきました。なんかおかしかったね。まだからおかしいね。いつも西家に任せてるからね、この役は。大丈夫、このまま行きますか。行きましょう、行きましょう。なんか、はい、すいません。はい。はい、ということで、まあ、後半始まりまして、はい、そうですね、あの、きらめき間伐のことを今回は今喋っておりますが、まあ、うちらがきらめき間伐始めたのはちょっと前ではあるんですけど、この前のラジオでも喋りました、シェアビレッジにはですね、6年前に、メイクとしては入らせていただいております。はい、メイクとしてって合ってるのかな？合ってる。まあ、でも僕、うちの団体として入ってますね。うん、で、その、6年前に皮を剥いた、木々っていうのが、実はこのシェアビレッジの森には潜んでおりまして。ほんと、100何本あったね、結果。そうですね。130ぐらいあったのかな、結構な本数、ね、剥いてて。基本的には皮を剥いて2夏を超えると、まあ、結構そのもう立ったまま乾燥してくれるので、うん、切り倒しても大丈夫だよっていうタイミングになるんですが、まあ、うちらの場合ちょっと時間が5、6年経ちまして、もう逆に言うと切り倒さないといけない時期かなっていう感じにはなってきてて、うん、でこのタイミングで僕らが入ったので、チェーンソーも使いたいし、この木を切り倒すっていうことも体験していきたいなっていうことも思っていたので、そこで、うん、あの実際に、もう安全に安全を考えながら木を一本一本丁寧に切り倒してる最中なんですよね。うん、そうなんですよ。100本近くが抜かれていたので、初め入った時にやっぱりあの木自体は本数が多いから鬱蒼とはして見えたんですよ。そうね、やっぱなんだろう、4、5年、5、6年経ってたから、やっぱ暗くなってたしね。うん、そうそう。で、暗くなってた原因、原因っていうのがね、もちろん、木々自体が、まだ立ってる状態で、皮むいたやつは乾燥しているので、まあ、その木が立ってることで、やっぱり多く見えるってのもあったんだけども、実際にやっぱ体感して思ったのは、こう、上を見上げると、森の中で上を見上げると、うん、葉っぱと葉っぱが、こう、触れ合ってると、もうこれは干ばつ時期なんですね。めっちゃ簡単に言うと、うん、光がね入らないっていう、そう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 、でおそらく 5,6 年前はもう同じような状態だったんでしょうが、それが、何本も間の木を皮むきをすることによって真ん中は枯れます。でそこからおそらく 5,6 年経って周りの木々の葉っぱがこううわーっと周りに覆いかぶさったと思うんですよ。そうだね、うん、この間でやっぱ下草なんかは生えていたので、うん、入っていたんだろうなと。ただもう一度また干ばつ時期というか上の葉っぱが広がってきたのでまた光が入らない状況になりつつあると、うんうん、そんな感じでしたね。なのでまたこの春からも、ね、またこの春からも改めて一回干ばつした後の森に対してきらめき間伐を施すことを考えております。2回目だね、多分。そうですね、結構だいぶいい感じの森になると思うんだよね、2回すれば。そうそう、きらめきする今で、まあ、もちろん近いところは木と木が1メートル離れてないとかもあるんだけども、うん、と場所によっては結構10メートル離れてるような部分もあったりとかするから、ね、やっぱね、そうそう、今回やることで平均しておそらく木と木が3メーターから5メーターぐらいの間隔になるんじゃないかなと思うんです。多分いい森になるはず、次やると、そうなるとなんか居やすくなるよね、木がいっぱいないから。うん、でちょっとした平面もあったりとかして、こうなんか憩いのスペースじゃないけども、うん、楽しみだ ね。でできればここにあの広葉樹というか桜だったり、うん、どんぐり植えたりとかするとまたなんか豊かなものになっていきますもんね。今度いつする予定だっけ、何月ぐらいの予定なんだっけ。
今ね、予定で考えてるのは5月の第2週の土日か第3週の土日かぐらいにまず一発行きたいなと思って。5月ね。はいはい。5月。そして、まあ、6月はね、ちょっと天候そもそも不安定だと思うんで、一回飛ばして。夏でね、うん。うん。次7月とか8月あたりに、うんうん、まあ大きめにその、宿泊もしながら、一泊み、あの、一日目にみんなにこう、森ってこんな現状なんだよとか、こんな方法で期間伐するんだよっていう勉強会をした上で、その次の日森に入るっていう宿泊ありきの、イベントを開催したいなと思ってまして、うんうんうん、宿泊場所ちょっとあのまだ建物がないのでキャンプ場とかなると思うんですけど、それもいいけどねいや結構いい、俺ハンモックで寝るのすごい気持ちいいもん。気持ちいい、もう今の時期も最高ねえもうちょっと次行ったら俺ハンモックで寝ようかな。ねえ、いいですよ。昨日も栗の木にハンモック吊るして僕寝てました。ああ、そう、いいね。うん、そしたらちょっと一回ゴロンって落ちた時に、下に栗のイガがあってバリてえ気がしたんやけど、行ったーみたいな思って。想像できるわ。どこの栗の木？あの、どこの場所？あの、シャビレッジの。牧場のちょっと奥の、低い栗の木ですね。ああ、はいはいはい。そうそう、昨日暖かかったから一番日当たりのいい場所探していいね、ハンモックに揺られるっていうのがね、そうそう、なんかやっぱ非日常だよ、もうハンモックに揺られること普通は。うん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 、俺シェアビレッジでちょっと味しめて自宅に買ったけどねハンモックをなっちゃいますよね、やっぱいいんですよ、ねね、まあ、特にもう太陽の、ね、光浴びながら森の中でってなってくると、うん、人人間にも光が大事だよね、うん、森も大事だけど、本当そうそう、都会の方はねぜひこれを機にね、ちょっと丹波に遊びに来ていただいて、バカンスしていただいて、ついでにこの森の中で木を向いてね、皮向いて、うん、なんかこの木の生命力というかっていうところをこう感じてもらいながら、あ、そうそう、あれ言わせてた、なんできらめきっていうかっていうところだけちょっと伝えとこう。うん、ああ、そこそこ。はい。そうそう、あの、そうそう、ごめんなさい。皮を剥いた時の、皮を剥くと、さっき言ったその、養分を吸い上げてる最中の皮を剥くんで、めちゃくちゃね、水分ついてるんですよ、この木の肌に。うんうんうん、まあ、それがキラキラしてる、その様だったりとか。あ、剥いた直後ね、すごいよね。そうそうそう。で、まあ、長い目で見た時に、間伐をすることによって森に光が入ってくる、うん、その、まあ、木漏れ日のキラキラさだったりとか、そういうなんかきらめき感をやっぱり表すときに、うん、きらめがひらがなで、きが十なんですね、樹木の十、うん、そうそう、こんな字書くんだって言われること多いんで、そう、きらめ十で、きらめき間伐という名前です、うん、ですね、まあ、これをね、欲しいね、体感していただきたいですね。楽しい。みんなでね、あの、皮を剥くときに、前回の放送でも流しました、一つの木っていう曲を歌って、はい、僕はちょっと替え歌したんですけど、この木々の皮を剥き、森の中に光さしますようにっていう歌詞の、歌をみんなで、祈りを込めて歌ってから皮を剥く。それ絶対楽しいんですよね。で帰りに、ね、ね、今のその森で採れた木工品を、うん、あの持ってもらえるとね、家でも森を感じてもらえるというね、いい香りするね、ヒノキの本当にいい香りが家に広がるので、これいいよなね、あのなのでその 2,3 年経って倒した木っていうのは僕たちで木工品にしたりとか、で今回行っておりますそのツリーハウスプロジェクトっていうところでもこのきらめきの木材を使おうと思っておりまして、うん、そんな形であの森に入ることから、じゃあそれを切り倒す、そして、木工をして製品を作り、それを商品として販売するっていうところまでを一貫して自分たちで体感しようっていうところが、この、僕たちがシェアビレッジに入っている間伐プロジェクトの、趣旨といいますかね、内容なんですね。はい、はい、そうです。そのあたりをまた皆さんも体感していただけたらいいかなと思いますので、はい、またよかったらホームページを見ていただけたら嬉しいです。そして、最後になりますが、私たち NPO 法人メイクハッピーではですね、月額1000円からの継続支援を募集しております。はい。
なんかね、まあ、土砂災害の話だったりとか、うんうん、こういう悲しい出来事っていうところや問題っていうのも、みんなで一緒にこうなんか楽しみながら、うん、みんなのハッピーに変えていけたらいいかなっておりますので、はい、よかったらあのホームページを見ていただきながら、あのその中に、スポンサー募集のページもございますので、そちらもよかったら見ていただけると嬉しいです。はい、ありがとうございます。はい、ということで、じゃあ今日は、きらめきかまつのお話をさせていただきました。NPO 法人メイクハッピーのかんばつプロジェクトリーダー西健と、理事長の鹿児島でした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとう。